皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、アロハな姿となった、こちらの頼れる相棒のフィギュアです。リコリスリコイル、井上滝菜、ハワイバージョン、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。セカンドリコリスで千里の頼れる相棒である井上滝菜がハワイバージョンで7分の1スケールのフィギュアとなりました。きた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 。あのリコリスリコイルという作品に井上滝菜という少女がいるんですけども、黒いロングヘアの少女で日本の治安を守るリコリスの一人なんですけど、京都から東京へ移動してきて優秀なセカンドリコリスとして活動していたんですが、命令犯の責任を問われキッサリコリコに転属を命じられるんですよ。キッサリコリコで千里たちと触れ合っていく中で溶け込んでいき、千里にとって頼れる相棒となっていくんですよね。キッサリコリコでの仕事の際にはサイドに縛りついてるになるんですよ。無駄を嫌う合理的な性格で、合理的と判断すれば手段を選ばず行動するなど様式に欠ける部分になるんですよね。ファッションにも無頓着で男物のトランクスを履いていたこともあります。キッサリコリコの新メニューとしてホットチョコレートパフェを考案するんですが、その見た目が完全にあれなんですよね。評判を呼んでお店は大繁盛するんですが、 SNS での反応を見てしまい大変なショックを受けてしまうんですよね。水族館に行った際には4話での魚のポーズを取る人もいると思います。そんな滝菜が今度ハワイでのアロハの姿で7分の1スケールのフィギュアになるみたいなんですよ。滝菜と一緒にハワイでの旅行気分が味わえそうです。嬉しい。最終回でのハワイのシーンがイメージされ、アロハの姿で立体化されていますよ。ドレスの裾をそっと持って優しく微笑む滝菜の表情がとっても可愛らしいです。ハワイのゆったりとした雰囲気に包まれ、普段よりもリラックスした姿が魅力的です。君もファンになったかな。滝菜の美しい黒髪には南国の風によってサラサラと流れる繊細な表現がされています。滝菜のしなやかで凛とした美しさを存分に感じられるかもしれません。それにとっとした躍動感も伝わってくると思います。気分爽快です。鮮やかなブルーのドレスのスカートにはトロピカルな花柄が施されていますね。柔らかな質感と軽やかな動きからハワイを楽しむ様子がうかがえます。ハワイアンネイや髪飾りなどの装飾が滝菜と一緒にハワイに来た気分をカラフルで華やかに彩ってくれます。しんどい。星が頻繁に供給くれるのとあたいしんどい。滝菜のシャープなくびれは柔らかそうに造形されていて、おへそがとってもキュートです。衣装がセパレートタイプなのでまだまだ成長途中の滝菜の胸のボリューム感もじっくりと浮かべます。広げたスカートの中を覗いて滝菜がハワイでもトランクスを履いているのかをチェックできます。油断も隙もないわね。いやらしい。台座部分はハワイの穏やかで開放的なビーチがイメージされています。波はクリアパーツが採用されていてハワイの透き通るような海が表現されていますね。砂浜の足跡などもご丁寧に造形され、優しい波の音が聞こえてきて潮風も感じられるかもしれません。いいね、好きだよ俺はそういうのが。また別売りの錦木千里とハワイバージョンと並べればより世界観が味わえちゃいます。ひとときのバカンスを楽しむ千里とともにハワイでのオフショットを楽しむ二人を演出できますよ。ハワイを満喫しているアロハな滝菜をたっぷりとご堪能ください。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは12月に発売です。そしてお値段は 16,940 円です。このフィギュアをお迎えしたらハワイでのアロハな滝菜の魅力を SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。